おや、あんなところにも美が隠れてた。そうそう、美を見つけるにはちょっとしたツボがあるんです。あなたも探してみませんか。美のツボ。ああ、これね、友達からお中元にと言ってね、送ってくれたもんですよ。ほう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 。うちは手ぬぐい。ああ、おお、風鈴もありますよ。どうですこの音。でも風鈴もこの頃あんまり見かけなくなったな。今窓閉め切ってエアコンだからね。もうこの風鈴の音っていうのは世の中から消えていってしまうんでしょうかね。あの谷さん、これを見てもらえますか。岩手県奥州市の水沢駅ホームに涼しげな音が響き渡ります。天井から吊り下げられた1500個の風鈴、南部風鈴です。ここは江戸時代から鉄瓶や茶釜などの産地として知られたところ。風鈴もその伝統の技を生かして作られています。今では全国で最も有名な風鈴となりました。いかがですか、この高く澄んだ音。ほう、ところで風鈴っていつからあるの。では風鈴の歴史を紐解いてみましょう。古いお寺の境内、軒先に吊るされているのが風鈴の先祖といわれる風鐸です。仏教伝来とともに日本にもたらされました。風鐸は魔除けの働きをします。風鈴とは似ても似つかない音で魔物を撃退するのです。風鈴がいつから夏の風物詩になったのかよく分かっていません。でも江戸時代中頃のこの浮世絵では、浴衣を着て縁側で涼んでいる美人の上に、ほら、今と全く同じ形の風鈴が見えます。涼しさを呼び込む風鈴、その音だけでなく形や大きさにも意味がある。そういうのはオートバイからパソコンまで身近なもののデザインで世界的に知られるエクアン賢治さんです。ちょうどこのぐらいの大きさにするというのはもう本当にこう手で持とうがぶら下げようが非常にこう手軽だということは、もう人々がスッとこういいなとこう、かわいいというなんか思いにふけられるんじゃないかなという。ですからそういう面で、大衆的なんでしょうね。風鈴を楽しむ壺その1、庶民の知恵が涼を生む。風鈴には夏の暑さを少しでもしのごうとした人々の工夫が生きています。
庶民的といえばやっぱりガラスの風鈴。目にも涼しく軽やかな音が特徴です。東京江戸川区、ガラス風鈴はここで作られています。型を使わずガラスを息で膨らませる宙吹きという技法です。篠原豊さんと吉春さん、父親の吉春さんは風鈴を作り続けて70年近くになります。高温で溶かしたガラスに息を送り込みます。膨らんでいくガラスを竿を回してきれいな丸い形にしていきます。1分ほどで見事なガラス玉が完成しました。でも軽やかな音を生み出す工夫はここからなんです。ガラス玉の口の部分を切り落とし刃物で削っていきます。この時切り口を滑らかにするのではなく、ギザギザの部分をあえて残しています。なぜ口がギザギザのままかという理由は、口がギザギザになっていると中のこう振り札が擦れて音がします。叩く音もしますけどね、口がギザギザになっていると触っただけでこう音が響いてきます。ところがこの部分をコップの縁のようにこうツルツルにこうツルツルに焼き戻してしまいます。ツルツルになってますとこう触っただけだとほら丸っきり音がしなくなります。音が響かなくなります。目に涼しく耳にも涼しい、そう感じさせるための心にくい工夫が風鈴には込められているのです。そうか、これもやっぱり庶民の知恵から生まれたものだったんだね。あ、そういえば昔から風鈴売りっていうのがいましてね、この天秤棒に風鈴をいっぱいぶる下げて遠くからシャリーンチリーンと近づいてくるんですよ。こういう音が何十個と重なり合ってね、町の喧騒の中でそこだけ時間がゆっくり流れているような、とっても心地よい気分になったもんです。でも風鈴の音ってどうして心地いいんだろうね。3年前、大手鉄鋼メーカーの技術者たちが風鈴の音の解明に挑みました。実験を行ったのは鉄道の車両が出す音や振動を調査するチーム。風鈴の音の周波数や余韻の長さなどを分析します。使ったのは南部風鈴。面白いことが分かりました。風鈴から周波数の異なる2つの音が検出されたのです。高さの違う2つの音が重なり合って私たちの耳に届いていることが分かりました。さらにその低い方の音を細かく調べてみると、波形が滑らかではなくギザギザになっています。
ここでも複数の微妙に異なる音が響き合ったり打ち消し合ったりしていたのです。風鈴の音っていう聞くと非常にいい気持ちですけれども、あれがねピーって音だったらちっとも美しいと感じないんですよね。だから美しさっていうのは規則性じゃないんですよ。ちょっと それからね崩れたところに面白さがあるんですね。風鈴の壺その2は、音が揺らいで心地よい。重なり合い変化する不規則な音が心地よさの秘密だったのです。そんな音を私たちは普段自然の中に聞いています。そよ風に揺れる草木のささやき、小川のせせらぎ、そして小鳥のさえずり、風鈴っていうのはガラスにしても鉄の風鈴にしても振動体なんですよ。で形が複雑ですから、いろんな成分を持ったね振動する音が出るんです。でそれが重なり合うと揺らいでくるんですね。その揺らぎで我々が美しいと感じるような成分を出すように風鈴っていうのはデザインしてあるんだと思います。それから風鈴っていうのは下に短冊がぶる下がって、風が吹くと短冊がトントントンって打ちますね。あの打ち方がね規則的だったらね、おそらく風鈴聞いてもそんなにいいと思わないんですよ。いつもチン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 と音が鳴るんだとね、我々の体のリズムと同じような揺らぎを持った刺激を受けるとぐっと心がリラックスするって言いますかね、そういう作用が、それは経験的にそういうことが分かってきてます。暑さを忘れさせ気持ちを和ませる風鈴の音、それは人が自然の中に感じる命のリズムに通じていました。なるほどね、この音にそんな秘密があったとはね。よし、私もミュージシャンとして俳優として風鈴を音楽や映画で使って世間をあっと言わしてみようじゃありませんかね。谷さん、風鈴の音に魅せられた巨匠たちのこと知っていますか。日本映画界の巨人黒澤明、代表作の一つで風鈴を効果的に使っています。昭和40年公開の赤ひげ、江戸時代の名医赤ひげと患者たちの物語です。結核で死の床にある佐八の回想、愛した妻は地震のあと行方不明になります。その妻と偶然浅草寺の宝月市で再会するのです。驚きと愛しさ、風鈴が一斉になります。昔は風鈴はなかったんだそうですね。ほおずき市、ほおずきだけで、ほおずきだけじゃちょっと絵にならない、絵にもならないし、こう情緒がないんで、だから黒沢さんがああいうふうにしたいと、時代は違ってもいいということで、画面の効果を重要視して変えたんです。風鈴が本当によく生きてると思いますよ。しかし妻はすでに再婚し、その人との間に子供もいました。
橋の上で二人は別れます。黒沢さんはもう例えば本当に、見えないところでも、それから本当に小道具なんかは分からないだろうと思うのでも絶対許しませんから、自分の感覚でみんな音を出してはこれが OK とかなんとかって全部やったらしいんですけれど、でさらに音がいいのは小田原のその名人が作った風鈴がすごくいい音だっていうことを聞いて、それでわざわざそれを取り寄せたと聞いてます。この映画に使われた風鈴は神奈川県の小田原で作られたもの。余韻が普通のものより2倍も長いのが特徴です。今日最後のツボは、余韻にドラマあり。その風鈴は今も小田原で作られています。この工房はもともと仏壇に置く輪で有名でした。余韻の長さには定評があります。材料は鉄ではありません。銅に煤などを混ぜて作ったサハリという合金です。サハリは鉄に比べてとても脆く、製作には高度な技術を必要とします。溶かしたサハリを一つ一つ慎重に型に入れていきます。映画が完成してほどなく、黒沢監督からこの工房に一枚の写真が送られてきました。会心の演出を成し遂げた喜びと風鈴への感謝の思いがあふれています。作曲家シンセサイザー奏者の富田勲さんも風鈴に魅せられた一人です。お宅を訪ねると宝物のように大事にしているあるものを出してくれました。なんか周波数が鳥の耳にあるのかよくわからないけれど、目の前で組み立ててくれた、これが風鈴だといいます。その名も明珍火箸風鈴。どっかね、風の通るところにこれが吊るしてあると。この奇妙な風鈴と出会ったのは兵庫県の姫路の駅でした。もう僕はこの明珍の風鈴と知り合って半世紀、まだ関西の方行くと蒸気機関車が現役の頃でね、何かその姫路の名産だって何となく買っちゃった、高かったですよ結構、そういうところのお土産にしてはね。それで持って帰ったらいい音がするんでね、それから病みつきになったんですよ。この糸で吊るしただけの火箸がなぜこんなにも柔らかく深い余韻を残すのでしょうか。火箸の風鈴は姫路の由緒ある甲冑師の家で作られていました。甲冑師とは鎧や兜を作る職人のこと。その甲冑師が
明治維新後、火箸作りに専念するようになりました。現在の当主、明珍宗道さんです。甲冑と同じ鍛え方で叩いていきます。火箸一本で1000回叩くといいます。こうして精魂込めて鍛えた火箸は高く澄んだ音を出すことが分かったのです。これが叩く前の音ですけど、まあ、全くこの鉄の金属音いうような音ですね。こちらは打ち終わった音です。火箸の音に心を揺り動かされた富田さん。さまざまな素材や形の火箸を明珍さんの工房から取り寄せました。しかし、なかなか音楽で風鈴を使う機会はありませんでした。長年の夢が実を結んだのは出会いから40年後、 NHK スペシャル街道を行くのテーマ曲でした。街道を旅しながら作家司馬太郎が探し求めた日本という国の形。巡礼の鈴を思わせる明珍風鈴の音は作家の祈りにも似た思いを響かせます。答えが分かんないんですよ、これね。非常に怪しくもあるしね、怪しい美しさっていうんだろうかね。やっぱり巨匠たちは違うね。かないませんね。まあせめて私は風鈴で一句ひねるとしますか。あれ、もうなんか書いてある。なになに。風鈴のならねば寂しい、なれば牛。はあ、なるほどね。こっちは風鈴の短冊読める熱いこと。はあ、お見事。私は参りました。もう私はあと何にもしないでこうやって風鈴の音でも聞いてましょうかね。